マグネットパワープラース、マグネットパワーマイナス、クロースボンバー。というわけで、今回は心臓打ちの話だ。いや、このネタはやめておこう。おそらく心臓打ちという言葉を最初に広めたのはボクシング漫画の初めの一歩ではないかと思う。この漫画に登場する、名前忘れたけどヒゲのおっさんが、相手の心臓をコークスクリューブローで打ち抜く心臓打ちというパンチを使っていたんだ。で、確かこのパンチを食らうと一瞬心臓が止まって金縛りみたいになるんじゃなかったかな。そんなパンチ本当にあるのか。どうもね、この心臓打ちというパンチ、作者の創作らしいんだ。ということはあくまで漫画の中のパンチで、実際には使い物にならないということか。まあ一概にそうとは言えないかなというか、ちょっとこの心臓打ちというものについて考察してみよう。で、まずはちょっと心臓の位置を確認してみよう。心臓はあばら骨を構成する胸骨体と呼ばれる部分に張り付くように存在しているんだけど、図の青枠で囲った部分は大胸筋が発達しているので、殴ってもあまり大した効果は得られない。だから初めの一歩みたいな殴り方をしても、心臓が止まるということはまずないと思う。じゃあやはり、漫画の中のファンタジーパンチか。ただし、極めて稀にだけど、心臓の真上を叩くことで心臓浸透という現象が起こって、心臓が停止してしまうことがある。AED の出番だ。しかし心臓浸透が起こるためには、叩く位置と、強さと、心臓が収縮する時のタイミングが、綺麗に一致しなければならない。狙って起こすなんてことは不可能だ。強すぎても弱すぎても、ちょっと位置がずれてもダメだと。だから心臓浸透を狙う目的で、この心臓打ちを武術の技として組み込むなんてことはありえないわけだ。確率的にギャンブル性すら成立しないもんな。あとコークスクリューブローについてなんだけど、よくコークスクリューブローについての説明で、弾丸が回転するのと同じ理屈でパンチに貫通力が生まれる、なんて言い方されたりするんだけど、それって嘘だからね。本当に弾丸みたいにぐるぐる回転するならともかく、たかが一回転させたくらいで貫通力が出るとかねえから。柱の男ならばあるいは。だからまあ、心臓打ちとかファンタジーなんでこの話はこれで終わり、でもいいんだけど、どうしたこの野郎。実は、500年前に書かれた素手武術のテキストに、この心臓打ちの技が載っていたりする。なんだってその技がこちら。500年前に、赤渓公という将軍が書いた、剣経という素手武術のテキストに載っている、真剣という技だ。この技の説明文によると、相手に正対するようにした方向に拳を差し込み、心臓を貫く、と書いてある。心臓打ちは効かないんじゃなかったのかよ。これは生物学的な意味での心臓の位置と、中国武術における心臓の位置の違いによるね。中国武術でいう心臓とは、心下のこと、つまり溝落ちのあたりを指す。この図の赤枠で囲ったあたりがそうだ。で、この部分、特に肋骨下部の部分は太い筋肉が付着していないので骨が浮き上がっている。自分の体で確認してみてくれだぜ。この部分への打撃は効く。どんなに腹筋の丈夫な人だろうと、この部分に打撃を食らって耐えられる人はいない。中国武術ではとどめの一撃として、顔面ではなく心下を狙っている場合が多いけど、顔面の場合、それこそ肉が裂け骨が砕けるような打撃を食らったとしても、脳を揺らされたり三半規管にダメージを受けたりしない場合は結構我慢できちゃったりする。それに対して心下への一撃は我慢できない。だから中国武術では、確実に仕留める場合は顔面ではなく心下を狙うわけだよ。まあ、顔面は避けられやすいけどボディの方が当たりやすいというのもあるだろうな。と、思うだろうけど、実はそんなに簡単な話ではない。実はこの心下の部分は非常にガードしやすいんだ。で、それについて説明する前に、A ライン、B ライン、ライン取りの概念について踏まえておいてほしい。じゃあその説明動画のリンクを右上に貼っておくぞ。軽く復習、お互いの正中線同士を結ぶ意識のラインを A ライン、自分の両サイドから相手の顔面あたりへ向かう意識のラインを B ライン、A ラインのものが B ラインのものに対して、A ラインの戦いへと持ち込むテクニックをライン取り、と、名付けた。まずはお互いに B ライン型であるという前提で話してみよう。B ライン型の構えを取ると、進化の位置はちょうど肘くらいの高さになる。
だから B ライン型のパンチで進化を狙おうと思っても、簡単に防御されてしまうんだ。体の中心を狙いに行ったとしてもだ、こんな風に腕をクロスされたら簡単に防がれてしまう。要するに B ライン型の動きで進化を狙うというのはなかなか難しいわけだ。つうか、ここら辺って本能で守っちゃうところだよな。だからまあ B ライン型のパンチだと、肘より下の腹の部分がよく狙われたりする。この部分だと相手は防ぎにくいからね。ただし、この部分は鍛えた腹筋に物を言わせることができるから、ここを殴って KO するのはなかなか難しいと思う。ボクシングでもボディブローで KO されるのは稀だしな。それで歯を互いに A ライン型の場合はどうか。A ライン型の場合、最初の構えの状態ですでに進化の位置にガードがある場合が多い。結局のところ、進化を狙って打撃を当てるのは A ライン型でも大変。つうかむしろ B ライン型よりも大変だと思う。どっちにしろ大変じゃないかと。そしてさらに、これは A ライン型でも B ライン型でも言えることだけど、直線的な攻撃で進化を狙っても、相手の体勢が半身だとその攻撃は滑っていってしまう。進化に対してダメージを与えるためには、相手の芯を捉えた打ち方が必要になるわけだ。とまあこんなわけで、進化を狙った、いわゆる心臓打ちというものがいかに困難かということが分かってもらえたかと思う。じゃあ結局心臓打ちなんて狙うだけ無駄ってことかよ。と、言いたいところだが、まともに当たれば KO 確実なんて狙っていく価値はあると思う。要するに当たる確率をできるだけ上げていけばいいわけだ。で、ここからは、心臓打ちが成功する確率を上げるにはどうすればいいかということを述べていくけど、あくまで自分が A ライン型であることを前提とする。まあここは武術チャンネルだから、あくまで武術をやる側に乗っ取った話になるわな。そんでだ、そのためには先ほど紹介した、真剣、という技を思い出してもらおう。実はこれね、コークスクリューブローなんだよ。ほう。コークスクリューブローの真の価値というのは、腕の回転で威力を出すというのではなく、腕の回転によって、軌道の変化ができるというところにあるわけだよ。だからこんな風に、上段を打つふりをして、腕の回転によって突きの軌道を進化に向かって変化させる。これが心臓打ちの成功確率を上げる方法の一つだよ。つまり真剣というのはこのやり方を表したものなわけか。そう、これぞ500年前より伝わる伝説の技だよ。そんでだ、この真剣、つまりコークスクリューブローの動きというのは、ちょうど半身に立った相手の体の正面から力を加えられる形になる。さらにこの方向というのは、相手のガードの隙間が最も広くなる方向でもある。つまりこの真剣の動きは、進化に対して打撃が当たる確率と威力の両方を上げることができるんだ。だからまあ、初めの一歩で心臓をコークスクリューブローで狙うというのはなかなか理にかなっているのではないかと思う。作者はセンスがあるな。ちょっとミットを打ってみよう。こんな風に相手には半身になってミットを構えてもらう。で、腕の回転によって軌道を変化させて、ちょうどこの構えてるミットの正面から打撃が当たるようになるわけだ。実際に使うときはこんな感じ。まずは上段に相手の意識を集中させて、そこから腕の回転によって進化を狙っていく。見ての通り、この時の打撃の角度はちょうど相手のガードの隙間が最も広くなる角度だ。なるほど。相手が腕をクロスして防いだらどうするか。そしたらすぐに相手の肘を押さえて、この時自分の肘を上に向けて相手の上段攻撃を警戒する。そして横方向から肋骨の下方を打ち込むわけだ。横方向からでも進化は狙えるからね。あ、言い忘れてたけど今までの技は、ライン取り、をすることが前提になっているからね。当たり前だよな。相手が左前だったらどうするか。その時はこちらも左腕で真剣を放てばよい。要領は右腕の時と一緒で、今度は右腕は上段への牽制に使って、そこから左腕で進化に向かって真剣を放つ。やはりこれもライン取りから、相手のガードの隙間が最も広い角度で打ち込んでいけるわけだ。つうか、相手が右前ならこちらも右腕、左前ならこちらも左腕で打っていくわけだな。そういうことだね。クロスブロックされた場合も同様。相手の肘を押さえて、自分の肘は上に向ける。そして横方向から進化を狙うわけだ。なるほど。とまあ、ここまでは真剣による心臓打ちを紹介したわけだが、もちろん他の方法もある。
今度は進化に対して小打ちを狙う場合を紹介しよう。この時、手のひらの中心をくぼませておけば、いわゆる浸透系を放つことができる。浸透系については以前の動画で説明したね。じゃあその動画のリンクを右上に貼っておくぞ。手のひらで心臓を狙うときは、後ろ手で相手の顔面を牽制して、前手で小打ちを出すようにする。このとき手のひらの角度を、半身に立った相手の正面からうまく力が加わるように調整するのがポイントだ。で、実際に使うときは、今度は後ろ手でライン取りして相手の意識を上段に向ける。で、相手のガードの隙間が一番広い部分に向かって手を差し込むようにして、手のひらで心臓打ちだ。とまあ、これで基本となるポイントは全て述べたかな。もちろん他にも変化として色々なやり方があるけど、基本となるところは今まで述べてきたところで十分だと思う。あとはやる人の工夫次第だぜ。それじゃあちょっとバカし、今まで述べてきたポイントを踏まえて組手をやってみよう。今回は特殊ルールを採用して、相手役にはグローブをはめて隙に殴ってこいと言ってある。うつ主の方は素手で、顔面は小打ちのみ、ボディは剣でも手のひらでもどっちでも殴っていいことにしてある。ちなみに中国武術同士で組手をすると、腕同士を接触させて力の読み合いになることがほとんどだからそこは了承してほしい。しかしまあ結局のところ、心臓打ちをやるというのが相手に分かってしまっているから。ただでさえ決まりにくい心臓打ちが余計決まりにくくなってんだけど、まあもうしょうがないな。そこら辺はもう動画撮影の都合があるからな。これは浅い。決まってない。お、決まったな。まさにね今、上段を打つ振りをして腕の回転で軌道を変えて進化を打つ真剣の技が決まったわけだ。なかなか彼の防御も硬そうだが。今のはもろに入ってしまった。いやね、本気で打つと危険だから打ち抜かないよう加減してはいるんだけど、今のね、彼は壁山掌という両手のひらの打ち下ろしでうつ主を攻撃しようとしたんだよ。けれど技の出がバレバレだったからうぷ主のカウンターがもろに入ってしまったんだ。普段からそれじゃ当たらねえと口を酸っぱくして言ってるのに治らねえんだよな。ここで愚痴るなよ。またもやもろに決まってしまった。再び真剣が決まったわけで、腕を回転させることで相手のガードの隙間に拳を通すようにしたわけだ。さすが500年の歴史を誇る技、使えるぜ。とまあこんなもんにしておこう。組手を通して使うのを試してみて色々わかったことがあるんだけど、今回は二人とも右前でやっていたから、理屈の上では心臓を狙うなら右腕の方が決まりやすいわけだろ。相手の体の正面が自分から見て右側を向いているはずだからな。しかしだ、今回決まった心臓打ちは左手によるものばかりだった。で、これは格闘技とかをやったことがある人ならわかってもらえると思うんだけど、例えばパンチで決めようとか思ったら蹴りの方が決まったりとか、右ミドルで決めようと思ったら左ミドルの方が決まったりとか、そういうことってあるよねって経験があるんじゃないかと思う。なぜそういうことが起こるのか、ちょっとまだうまく説明できないんだけど、ゲーム理論的に考えるなら、自分が狙ってる技が相手にも伝わって、相手の方はその技を警戒した結果、自分が狙っていたのとは逆の狙いの技が決まってしまうのかなと思う。まあ何が言いたいのかというと、
こういう感覚って肩稽古だけいくらやってもつかめないよなぁということなんだよね。ブオタ発狂待ったなし。それじゃあ今日はこれで終了。ちょっくらポン吉に求婚してくるぜ。こいつ絶対死んだな、死亡フラグ全開。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。